はい、皆さんこんにちは。ベーシストの文です。普段は岡山の秘密基地で初心者の方向けに音楽レッスンをしています。今回ご紹介するのはこの方です。はい、ザ・イエローモンキーの広瀬陽一さん、通称ヒーセさんです。まずそもそもとしてイエモンというバンドほど個性が際立ってるバンドもなかなかないと思うわけです。通常有名かつ人気で個性も際立ってるバンドは後から出てくるアーティストに少なからず影響を与えるはずなのに、僕が知る限りイエモンっぽいバンドって他にいないんです。それだけでもいかにイエモンが唯一無二の個性を持っているかと、これを伺い知ることができるんですけど、では何がイエモンを唯一無二としているのか。それはもちろんまずは吉井さんのモノマネされにくい歌唱力とかメロディーセンスもあると思うんですけど、そこプラスヒーセさんのベースにも唯一無二たる要因があると思います。その象徴がサンダーバードです。まず前提としてヒーセさんといえばサンダーバードというこの方程式はもはや代名詞となっています。これは以前このチャンネルの上野浩二さんの回でもお伝えしたことなんですけど、何々といえば誰それと、そういう連想を真っ先にさせてしまう、そんな専売特許を持っているミュージシャンは人様に覚えてもらうという部分でめちゃくちゃ有利だし、個性という意味では完璧なわけです。そんなサンダーバードなんですけど、その特徴としてはヒーセさんが出されている教則ビデオがすごくよくわかります。まずそのルックスは一発で覚えてしまうぐらいのインパクトがあります。そしてその音色も深く豊かな低音と中音域が強調されたとてもパワフルな音が出ます。このパワフルというのがくせ者で、一つ間違えると何を弾いているかわからなくなる、そんな側面もあるんです。そんなパワフルなサンダーバードで音の輪郭をはっきりさせてしっかりとフレーズを歌わせているところにヒーセさんの凄さがあると思うんですけど、じゃあどうしているかというと、そのポイントの一つにヒーセさんのピッキングがあると思います。その特徴は大きく2つあります。ピックは弦に対して平行に当てている。ピッキング自体めちゃくちゃ強い。まず平行式ピッキングに関しては以前黒嫁ひときさんの回でもお伝えしたんですけど、簡単に言うとピックと弦の接地面積が広くて、その分ピックに対する弦の振動抵抗も大きくなるので右手の負荷が高くなると、そういう側面があります。そしてピッキングの強さなんですけど、これは以前英語版のラルク哲也さんの回でもお伝えしたんですけど、右手が力むとそれに連動して同じだけ左手も力んでしまう、そういう傾向があります。つまりピッキングが強ければ強いほど音程を司る左手からは軽やかさが失われる、そんな傾向があるんですけど、ヒーセさんの左手はものすごく軽やかなんです。その一方でこれはヒーセさんご本人がインタビューで言われてたことなんですけど、ピッキングが強すぎて歯を食いしばっていると。つまりそれほどまでに強いピッキングでパワフルなサンダーバードを弾いているわけで、それをライブやレコーディングといった長丁場でもやり通してしまう、これはすごいと思います。そんなヒーセさんの個性はフレーズ面にも表れています。というのもベースライン構築にあたって1拍目2拍目そして3拍目のそれぞれの拍に持たせる役割を曲に応じて使い分けているからです。具体的に言うと1拍目の裏に音を入れるかどうか、2拍目の裏は8分にあるか16分にあるか、3拍目の表に音を入れるかどうか。まず1拍目の裏なんですけど、この場合の多くは2拍目にも8分の裏に音が入ります。これは例えばブリリアントワールドなんかがそうなんですけど、ビートに力強さを伴ういわゆるスタンダードなロックのビートになります。そのの一方で2拍目は16部の裏に音が入る。例えば楽園なんかがそうなんですけど、軽やかだったり雄大なビートになります。もちろんこの他にもいろんなパターンがあるんですけど、個人的にはこの2つのビート、そしてその使い分けがすごく個性的だと思ってるんですけど、その上で特に印象的なのがアルバム「パンチドランカー」に収録されている「ゴージャス」です。この曲、一見1拍目裏に音を入れるスタンダードビートと思わせておきながら、3拍目の表の音がないんです。しかも速いとも遅いとも言えない絶妙なテンポの中で、ほぼ1音ごとに音階が変わる。そんな、言うならば気だるい感じのビートを弾いていて、これがめちゃくちゃ難しいんです。このゴージャスの気だるさ具合にイーセさんのリズムキープの凄さがものすごく出てると思うんですけど、どうしてここまで正確にリズムキープができるのか、そこを僕なりに分析してみたところ、イーセさんの姿勢の良さが効いてるんじゃないかと、そう思ったわけです。そしてその姿勢の良さがイーセさんのオーラにもつながってると思うわけです。まずオーラなんですけど、これは以前ジュリマリ音画さんの回で詳しくお伝えしたんですけど、簡単に言うと実際の身長以上に大きく見えることと、僕はそのように定義してるんですけど、イーセさんの場合は体の動きに連動する髪型、低く構えたベース、そして姿勢の良さがイーセさんのオーラを作ってると思います。そしてこの姿勢の良さはピッキングにもいい影響をもたらします。というのも、姿勢がいいことでピッキングのリズムに安定をもたらしてくれるからです。例えばもし指や手首だけでピック引きをしようとすると、もともとの筋肉の量が少ないのですぐに疲れてしまいます。一方で姿勢がいいと腹筋や太ももと連動できるようになります。言うならば体全体でリズムを取る動きをそのままピッキングにも使えるわけで、当然筋肉量の多い箇所を使ったピッキングなので疲れにくいし、安定した演奏ができるわけです。そしてこの安定したピッキングがイーセさんのとんでもない能力に結びつきます。それがハモリです。というのもイエモンは曲によってはメロディーとベースラインでリズムが全く違うのに、イーセさんはその両方をへっちゃらでやってしまうんです。これ例えば童謡の「カエルの歌」でいうと、メロディーはいわゆる四分音符感覚で進んでいきます。その上でベースラインとしてそのリズムや音階をどう足すかによって、これが例えばロックとかソウルとかそういった音楽的なジャンルが決まってくるんですけど、一般的にボーカルとベースのリズムがバラバラでも成立するのは、そもそもがボーカルとベースはそれぞれ分業できるからです。一方でイーセさんはそれぞれリズムの違う歌とベースの両方をバッチリやってて、しかもボーカルの吉井さんの歌の節回しを含む独特の揺らぎにちゃんと寄り添ってると、これとんでもないことなんですけど、その裏には安定したピッキングがあるんじゃないかと、そう思ったわけです。ちなみにこの「ゴージャス」が収録されているアルバムの「パンチドランカー」を初めて聴いた時、相変わらずサンダーバードかっこいいなとか思ってたんですけど、これ後々になって調べてみると、どうやらイーセさんはこのアルバムでサンダーバードを一切使ってないんです。例えばスティングレイとかプレベとかなんですけど、やっぱり強いピッキングでパワフルなサウンドは一貫しています。この使う機材を変えても結局ピーセ節やピーセサウンドになるというのは、まさに方々筆を選ばずならぬピーセベースを選ばずなわけで、その根源となっているのがあの強いピッキングと姿勢の良さだと、そう思うわけです。そしてこのどんな機材でも自分サウンドが出せると、この絶対的な個性や実力が結果的にピーセイコールサンダーバードと、そういう印象をより強くしていて、だからこそミスターサンダーバードなんだなと、そう思ったわけです。秘密基地の文でした。